はい、うちのね、はい、コアビルの中に入っているケイタさんですね。ケイタさんもね、同じように山田さんのお隣でですね、はい、テイクアウトされてます。はい、鶏飯とか親子丼とかですね、あとなんだ、あ、すごい、焼き鳥、あ、めっちゃ美味しそう、はい、そう、焼き鳥とポテサラと南蛮漬けが、南蛮漬けポテサラね。このポテサラもなんかあれなんだよね、いぶりがっこ、そうですね、明太子が入った、あー、めっちゃ美味しそう、これ絶対私買う美味しそう、ありがとうございます。はい、なるほど、はい、じゃあ、鶏飯、あ、鶏飯に親子丼、うん、はい、お兄さん何がおすすめですか。一応名物でやってるのは鶏飯でして、はい、こちら胸肉使っております、うん、で低温調理して丁寧に仕上げている柔らかいお肉ですね。おー、完璧、こちら、うん、はい、一押しです、うちの鶏飯、はい、はい、ちょっと親子丼ですね、うん、親子丼だしじゃなくて鶏ガラのスープ使ってるんです。へえ、濃厚なおだしが美味しい焼き鳥丼、親子丼やってますので、ぜひよろしくお願いします。お兄さん完璧、はい、素晴らしい、はい、ありがとうございます。はい、私も買います、ありがとうございます、頑張りましょう。はい、こちらですね、うちのお店のね、前に山田さんというですね、個室居酒屋さんがありまして、そちらでテイクアウト今始めてらっしゃいます。はい、はい、ロコモコ弁当ご用意してます。ロコモコ弁当、はい、はい、ハンバーグ、まあ、定番なんですけど、うん、ハンバーグ、うん、目玉焼き、うん、で自家製のデミソースですね、こちらご用意してます。はい、実は私ね、もう食べました、これ、ありがとうございます。美味しかったです。はい、もう一つあるのか、今日は牛すじを使った牛すじカレーご用意してます。牛すじカレーですね、はい、これも人気なんですけども、うん、まあ、大抵がまかないからね、変化してきて出てくると、うん、やっぱり美味しいと言われてるんで、人気商品でもあります。はい、まかないから商品化しました、牛すじカレーですね、こちら700円と、はい、ロコモコも700円ですね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ山田さん、お互い頑張りましょうね。頑張ります。はい、はい、はい、今日も頑張っております。今日も頑張って販売されてますね。はい、はい、頑張ってます。はい、今日のおすすめは、牛すじカレーですかね。牛すじカレー、あ、牛すじカレーおすすめ。はい、そうなんだ、私ね、今日ね、どっちか買おうと思ってるんですよ。どうしようかな。でもね、ロコモコ実はこの間食べたんだよね。じゃあ牛すじにしようかな。じゃあ美味しいです。美味しい、はい、あ、分かった。ちょっとね、若干普通にカレーだから地味だけどだけど、じゃあ牛すじにしようかな。カレーが美味しいんですよ。あ、分かった。牛すじのこう旨味も入って、うん、でそこにカレーも絶対美味しいじゃないですか。絶対美味しいじゃないですか、はい、牛すじも入ってる。そうです、分かりました。じゃあ今日は牛すじにカレーをぶち込んで感じです。分かりました。あ、そうか、なるほどね。作るの結構時間かかるんですよ。なるほど、なるほど、オッケー。じゃあ私の今日のお昼ご飯は牛すじカレーと、実は鶏飯っていうねめっちゃ食うじゃないですかそうそう、そのために、ね、今日はね、2つ食べる気なんだよフードファイターですよ。そうそうそう、それをね、今日やるという。はい、ありがとうございます。じゃあね、はい、また一緒に頑張りましょうね。頑張ります。はい、頑張りましょう。コロナに負けるな。コロナに負けるな。はい。はい、こちらがですね、ケイタさんの鶏飯と、そして山田さんのところの牛すじカレーですね。これが南蛮漬け、そしていぶりがっこが入った、ポテサラになりますね。じゃーん、今日はもう、両方とも食べる気満々だったので、朝ごはんを抜いてきました。はい、じゃあこちらの方、美味しく、イクミママがいただきまーす。
しそうだったよ。ごちそうさまでした。